はい、どうもタイガーです。お疲れ様です。皆様、グルチャカップお疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけでってわけでもないんですけど、今回はですね、最近使ってなかったあるキャラを使います。アビリティで化けるキャラ。アビがない状態だと正直そこまで強キャラではない。ただまあ使われてめんどくさいなっていうキャラではあるかもしれない。で、今後ですね、虹バッジが追加されてアビリティと同じ効果が入った場合、正直やばいキャラペンギンです。はい、攻撃力が少しアップし HP が0なら攻撃を受けても1残る1回まで。はい、1回 HP が1残る。やっぱ攻撃力が高いこのキャラがですね、 HP1 残るっていうのがすごい強いんですよ。ただやっぱりアビリティがない状態だと、HP がまあ残らない、簡単に死んでしまうので、正直まあそこまで強くはない。そんなペンギンさんを今回アビリティで使います。はい、でですね、このペンギンなんですけど、もし20バッツ追加された場合、同じ効果が付与される可能性がありますよね。 HP が0なら攻撃を受けても1残る。で、もうすぐ20バッツの可能性があり得るので、もしかしたらありなキャラになるかもしれない。わかりませんが、はい、というわけで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではアビペンギンでやっていきます。さあ、それではね、早速回していきましょう。アビペンギンをぐる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 と、まあ回した時にですね、このキャラは相手に着弾する前、範囲攻撃があります。はい、射程のある範囲攻撃があり、そのダメージが入り、着弾時にもダメージがあります。で、着弾時は着弾地点から範囲攻撃があります。なので合計ですね、着弾する前の範囲攻撃と着弾地点の範囲攻撃で2ヒットするんですよね、うまくやると。そうすると火力が高いと。とりあえず砦を狙っていきたいところですが、取っていく、素晴らしい。一応ハーピー切ってあげて、あ、相手バサが触ってないですね。あ、これはでかいんじゃないですか。相手のゴスが何もせずにやられている。で、相手さあ、これちょっとやられそう、やられない、 OK。 で、これガツッとやってって、アリンコはとりあえずね、1本切らないと始まらないんで、1本切っていきましょう。で、ペンギンも回してあげて、お、いいですね。これ1回耐えるんですよね、これが強い。さあ、やられてしまいはしましたが、まあ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 、で、こうチビブル1本裏切ってあげましょう。で、この裏やってあげて、後ろもやって、ここもやって、チビブルが前のやつを刈り取りにいてくれる予定。これペンギン1本でやれるんで、斜め当てはミスりましたけど。さあ、ここでチビブルも後出ししてあげて、で、今回自分クイーン B なんで、クイーン B をうまく当てていきたいですね。で、ペンギン回してあげて、さあ、ここでクイーン行きましょうか。早速クイーンを行っていく。で、アリンコも出してあげて、これでクイーンが終わりなので、そこだけちょっとあれなんですけど、まあ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 、さあ、いいダメージ入ってますね。したらここで回してしまいましょうか。回して、多分これ枯れるんじゃないかな。で、上だけハーピーラスト置いた、うん、なんかいる、ここ回して狩ろうと思ったらなんかいますね。なるほどね、オッケーオッケー。とりあえずここは勝った、多分勝てると思うんですけど、あと剣士しかいない。ポックルが行く、うん。で、ここはしっかりと押さえてあげて、オッケー、いいですね。あ、どうやって来た、全然見てなかった。ダメだ、これ抑えられちゃうな、残念ながら。まあ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 、いいでしょう。ペンギンね、やっぱその大型に与えるダメージも結構入るんですよね、経験ないんで。うん、それが面白いと思います。さあ、次やっていきましょう。さて、それではやっていきましょうか。いやー、
ペンギンね、ずっと使ってなかったんですよ。まあそもそもあのアビのペンギンをやってこなかったんで、まあ、過去はやってましたけど、最近は全然アビペンギン使ってなかったんで、で裏ペンギンになるとちょっとやっぱ脆いなと思って、単体攻撃だし火力もですね、一応スケルトンの方が高いんですよね。まあ、範囲攻撃とはいえ、まあ、狩られてしまうし壁にもならないし、ちょっと使いづらいな、復活もしないしね、スケと違ってねって思って使ってこなかったんですが、まあ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 、これちょっとめんどくさいですね、この相手のキャラ。さあこれ今回迎撃ないんでね、マージで重いんですけど、うわっ、ハピずれてる、マジか、ハピはもずれてるし、これバコジ、あ、バコジ、これ当たらないで、当たらないで済むんだ、へえ、当たらないのでかいっすね、やべ、上がやばい、ゴブが重いな、カエルも重いし、さあここ倒してほしいところだが、いや、ここクイーン行くしかないな、クイーン行って速攻で狩りに行きたい、取った、とりあえず取り手自体はこの後次第、これクイーン狩られるのはしょうがないんで、この後ですね、ここでウィッチ2本出ししてロボを狩りたい、さあここですね、ここで頑張れるかどうかって感じ。さあアラレノンチャ砲で飛ばして、取れ、取らない、なかなか取ってくれないですね。一応ウィッチが言ってるんで、あのチビホア自体は問題ないですね。さあ取れていく、素晴らしい、あのチビホアは問題ない、ただスキ復活しそうだな、まあでも問題ないでしょう、スケもね、あのウィッチがアンチなので、まあ問題なしと。さあ OK、 アラレ打ってくんないかな、あまりか、したら上のラインはチビホワで見ましょうか。さあトン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 、いいダメージ、勝てるんじゃないですか、ここからあるよ。さあペンギン、ペンギン大回転、ボブで狙ってくると思うんで、ここ押さえときましょうか。ペンギンナイス、あとペンギンは一応大砲に弱しがついてますね。2発で死にがち。リーダーだったら3発だけど。さあナイス。さて、やっていきましょう。3戦目ですね。いや、ペンギンね、裏引きでもね、使える性能になってくれたら嬉しいんですけど、ちょっと最近ね、どうしても使いづらい。でもね、虹バッチだったらね、虹バッチで同じことが起きたら絶対化けるんですよ。そこが楽しみなんですけど、どうかな。さてと、ケットシーがいますね。お、ユカにもペンギン引いてる、これは12体ペンギン回るんじゃないですか。ただハピカス届かないな、トッチョがですね、吹っ飛ぶんですよ。ペンギンって竜巻の特性として1コスがですね、吹っ飛ぶのでノックバックするんですよね。なので太っちょ軍団もですね、遠くに吹っ飛んでくれるっていうね、あれがあるんですよね。あと1発だけ撃ちましょう。でこペンギン回してあげて、ケットシーもいるのでケットシーも出してあげて、これちょっとめんどくさいですね。さあ崩しはしました、鳥でもワンパンにはしました。さあハピー前行ってほしいんだが詰まってますね。そこ出てくるのがノーム3兄弟、いや、こうシャーク合わせてあげましょう。まあまあいいでしょう。さああれはブルドラで壊してくれるから問題なし、下だけちょっと爆発、ちょっと待ちましょうか、ちょっとと2回行ったな、はい、待ちましょう。で爆発待って、よいしょ、クイーンで終わったんで、ケトシナイス、ブルドラが強い。
さあフォックでも抑え込んであげて、こっちもウィッチいるんでね。さあいいよ、こっからですよ。まだまだペンギンいるんで、上のラインだけしっかりシャークで押さえてあげましょうか。下のラインめんどくさいんで、血統子合わせてあげて、もう一体止まってなくないですか、こっちのこっちクイーンビー。ペンギン同行の前に落とされちゃう気がすんな。どうだろう、大量のペンギンを前線に投入してます、削りに行ってます。ただ取りが取れるかどうかは知らん。あー落ちちゃったすげえ回ってる。そうナイス、ケットシーもやべえな本当に。あーこれケットシーって猫のマークつくんだ、下足元に。さてラストやっていきましょうか。ラスト4戦目ですね。まあ、猫のマークというか肉球のマークがついてましたね、ケットシー。はい、え、ケットシー猫っすよね、俺猫だと思ってんすけどよしやっていきましょう。フェアリー、あ、俺フェアリーとケットシー面白くないですか。あ、ケットシーね、フェアリーとペンギン面白くないですか。ペンギン回してフェアリーで超爆速、爆速ペンギン大回転やっていきたい。ちょ、フェアリー最後一本残しとこう。あれ、ユカリウサギいかないの、間に合うかな、間に合ったね、危ない危ない。ココンを置いてあげて OK?OK、 いいね、いいね、いいね、いいけど、あれですね、デビルが結構頑張ってて危ない。さあ、ケットシー置いてあげて、ペンギン回してあげて、ペンギン大回転アタック、ガツン、いいっすね。で、ペンギンフェアリーあげて、回復ペンギン大回転。さあ、避けてはクレーズ、しょうがなし。さあ、チビフォアナイス。そしたら多く出してあげましょう。ケットシーはやられてしまう、しょうがない。まあそこはね、ブルドラがこっちにもいるんで、まあ問題ないかなと思います。ブルドラにやらせましょう。あー避けてない。強い、ブルドラが超強い、マジで今ブルドラ鬼っすね、本気で強いわ。さあウサギを爆速にして取りに行きたいが、取れてはいない。さあ相手大型何切ってくるかな、相手の大型待ち、取れていく。さあクイーン切って、いいよ、まひればこっちのもん、いくぞ。ペンギン大回転5体出し、いけペンギン、リンプン、リンプン、リンプンは、あ、てか普通にブルドラが強すぎて落ちた。クイーンの麻痺も強、サイクロプスクイーンに有利なはずなのに。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。今回やっていたのはこちら、ペンギンのアビリティですね。アビさんペンギン。はい。まあ、アビによってかなり変わるキャラ。で、普通に裏の時はもっと死にやすく位置も残らないので、そこまで活躍しづらいキャラではあります。要はさっきも言ったように、初めもですね、言ったようにペンギンは、回転の時に範囲ダメージ、そして着弾地点からも範囲ダメージがあります。着弾地点っていうのは相手のキャラにぶつかった時ですね。はい。がありまして、その着弾の2ヒットが入るとめちゃめちゃ強いんですけど、でも回転だけの1ヒットだと、まあ、正直ちょっと物足りなさはある。なんでかっていうと、このキャラは、キャラ召喚時の無敵時間をうまく使うとノーダメージで抑えられてしまうから、範囲攻撃をしたくても敵のキャラがいなくて出せない。まあ、敵のキャラがちょっとしか体力残ってなくて倒したけど、着弾地点で無敵で体力をね、無敵で、ノーダメージでカットされてしまうってことがあるので、で、その後、ノーダメージで止められて、まあ、体力が低いんですぐやられてしまう。ただ、アビリティになると1残るので死にづらい。ここがやっぱ違う。そんなペンギンさんですね、今回はアビで使いましたが。はい、虹バッジが追加されたらやっぱりこれ1残るんじゃないかっていうね、アーチャーやバフもそうなんで。すごい期待しております。そうなった場合、結構強い。なので、ペンギンをね、ちょっと今のうちに育てていこうかなと思って、今 D0 を狙いに行ってます。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。